こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回はですね、K22 金のですね、コーマルリング の製作について、出来上がりですね、出来上がりましたので、そのことについてちょっと、お話したいと思います。22金って18金よりちょっと金賞高いんですけど、もともとですね、純金の地金ちょっとお預かりしましてね、それを 4.9g 預かってして、今出来上がりがですね、少し金足したんですよね、ちょっとご希望でね、お客様の。それでですね、今この量りでちょっと測ってみると 5.2g で上がってます。預かった純金が 4.8g ですね。これは 5.、地金足して、22金にするとね、どういうメリットあるかというとですね、18金より金賞は高いんですよ。金賞は金の含有量多くて、それともう一つ特徴はですね、純金より硬いんですよね。純金より硬くて、こういう光沢もやっぱりいいです。やっぱりね、純金だとちょっとこう色合いがね、少しもそっとした感じなんですよ。鈍い感じするんですよね。やっぱり22金になるとすごい綺麗です、やっぱりね。で、純金よりも非常に純度高いですしね、そういう価値も非常にありますので、こういう加工も金賞を変えてですね、そういう加工もできますので、どうかそういう、これ一応小指用っていうことで預かったんですね。どうかですね、そういう加工も承りますので、どうかよろしくお願い申し上げます。